輸入車の話をしたい。いい加減ちょっとタイトルを決めようと思います。何の？あのこの動画の雑談会 の、ね、雑談会でいいんじゃないですか、まあ、3回目になるんですけど。いやいやでも結構プレッシャーですよ。本当ですか？プレッシャーですよ。プレッシャーなくこう喋れるね、はい、だから雑談会にいいんじゃないですか、はいはい、でもうちょっとあの編集しないでいけるようにしてほしいです。前回大幅にカットしすぎて、あの小島さんからやっぱりダメだったって。そうですね。いやでも、はい、いやでも、ね、じゃギリギリのとこ攻めましょう。ちゃんとそのラインがちょっと分からない。ギリギリのところで、いやそのギリギリのラインが分からないです、はいはい、使えなかったのまたそうですねカットで、はい、というわけで、はい、まあ、いつも通り今月の雑談会としてオークションの話だったり買い取りの話させていただいて、はいはい、最後あの在庫車両先月とだいぶ入れ替わってますんで、あ在庫車両もやる、え、やりましょうよ。あそうですか、はい、バババッとご紹介させていただきたいと思います、はいはいはい、でまずは雑談会、はいはい、どの辺から話をしますか。買い取りの話、オークション珍事件大事件の話、うんうん、じゃ珍事件大事件、大事件は喋れないでしょ。大事件、まあ、でも一応あの被害者がいなければいいんじゃないですか。そうなの、はい、この間僕の話でよければ、はい、あの僕の身近なところでもオークション結構探してるんですよ、わけあって、はいはい、でつい先日、うん、E46 の M3、うん、あのとんでもない金額でオークション落札されたらしいですよ、うんうんうん、ですね。でもね最近ねオークションもそれもあるんだけど、はい、まあ、これはちょっと見ているお客様にとってはあんまりプラスになる話じゃないですけど、はい、結構その高額車両って入りにくくなってる気がします。あそうなんですか、はい、あとはねそのオークションってこれ出品しましたって言ったら、はい、お気に入り数とか、はい、あのアラーム数っていうのが見れるんですよ、はいはいはい、で結構すごいお気に入りが入ってるのに入札全然なかったりとか、へ多分ね様子を見られてる感じがしてて、これはちょっとその僕たちも1周目売らないで2周目売った方がいいのかなとか、あそういうのがあったりとか、先日もちょっと何件かお断りした縁があるんですけど、スーパーカーの相場がちょっと怖くなってきました。あそれは僕も聞いたことあります、はい、でなぜかというと私が感じている感じではその査定の件数がすごい多くなりました、はあはい、スーパーカーのもちろんそういう車を販売してるっていうのでボンさん買ってくれるんじゃないかなっていうのはすごいありがたいことなんですけど、ちょっとこう冷静な目で見る部分がいて、うちにお声掛けいただくってことはもちろん買ったところにも多分聞いてらっしゃると思いますし、ディーラーさんでも聞いてらっしゃる、でそこでもやっぱご納得いただかなかった金額なんで、じゃあボンドで聞いてみようかっていうところですごいありがたいんですけど、やっぱりその点で今までスーパーカーって多分うちまで回ってこなかった車たくさんあると思うんですよ。そこが回ってきてるってことはつけづらくなってきてるのかな、強気のその査定額出せてないんじゃないかな、はい、ないかなっていうのをやっぱり今最近ちょっと感じてますね、はい、だからまあ、どうしても高額な車両ってやっぱりその経済的なものも為替とか景気とかそういうのも影響するじゃないですか、はいはいはい、だからその辺結構今、うん、いろんな動きが出てるんじゃないかなっていう気はします。本当にその、まあ、お金持ちっていう次元がわからないですけど、お金持ちの方って車ってすぐ現金ができるでしょって方もいらっしゃる、はい、でやっぱりそういうので買われるって方中にはいらっしゃったりするんで、まあまあそういうのもあるのかなっていうので、今ちょっとそのスーパーカーと言われてる部類は一時期の去年の今ぐらいって結構イケイケだった気がするんですけど、ちょっとこう落ち着いている部分があるのと、またこれから年度末になってくるので査定件数も多くなってきてますけど、ちょっと怖いかなっていう感じはありますね。なんかアベンタの役付きとかも結構ちょっと落ち着いてる感、落ち着いてる感があるんですよね。ありますね。だからちょっともうやっぱりもう行き渡ってしまったのかなっていう感じはしますね。だからちょっと、まあ、次を様子見てるっていうのもありますし、ね、うんうん、そういうのもありますし、まあ、ちょっと先日もお客様と話したんですけど、まあ、そんなにすぐにはスーパーカー欲しくないんだけど欲しいんだよねって方には正直もうちょっと、まあ、すごい希望のこんだけついてるのでこんだけ内容はないですよっていうお車はもうぜひ行ってもらいたいんですけど、まあ、ちょっといいかなっていうのだったらちょっと待ってもらってもいいかもしれないですねって案内をさせてもらいましたね。なるほど、はい、オークションでびっくりしたのはディフェンダー。え、ディフェンダーどうしたんですか。ちょっと値段上がってますね。あ、そうなんですか、はい、上がってるって言い方変なんですけど、で、はい、一時期上がって、はい、下がって下がりましたよね、はいはい、でまた人気が上がってるんですか。人気がちょっと上がってきてます。え、新車の供給はどうなんですか、ディフェンダーって。すぐすぐは来ないですね。あ、そうなんですか。すぐすぐ来ないですけど、オークションっていう話ですと僕ディフェンダー結構狙ってるんですよ、はいはい、X ドライブの HSE とか X とか、はい、ちょっとグレー、はい、あのオプションがいいやつは、はい、でディフェンダーって
これもちょっと分かりづらいんですけど、結構その知ってるところじゃないと値段つけられないですよ。例えば SE でも HSE の装備があったりとか、たまに SE って買っててオークション出てくるんですよ。で僕たち見たらこれ X じゃないっていうのがあって、安く買えたりするわけ。本当の評価じゃなくて多分売却されてると思うんですね。ランドローバー全般そうですよね。そうグレードとその装備が一致しないじゃないですか、うん、車によっては一致しないですね、はい、だからそれはそうなんですけど、ディフェンダーは特にそれ でそれでこの前も表記で SE って書いてあったんですよ、はい、でどう見ても装備見たら HSE なんですよ、はい、これは絶対安く買えると思ってもうこれ買うぞっつって行ったんですけど、はいはい、僕たちが予想しているはるか上で落札されたんで、 あ値段上がってるんだと。ちゃんと見てる人がいるんですね。見てる人がいます、はい、なので、まあ、そういった部分ではレンジ系、まあ、そうですね、オプションがなかなか分かりづらい系ってやっぱり何件か分かっ、うんうん、見ていただいた方がいいのかなっていうのはちょっと思いましたね。なるほど、はい、あと買い取りといえば、はい、小島さん新しい取り組みを始めるんですよね。取り組み、ああはい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 、そうですね、そうですね、さっき打ち合わせしたじゃないですか。そうですね、そうですね、ちゃんとその話しましょうっていう。そうですね、今やっぱり一括査定とか皆さんやってらっしゃったりするじゃないですか、はいはい、まあ、本来は先ほどの話で、まあ、ボンドに買い取りの依頼をね、メールだったりフリーダイヤルだったり LINE だったりっていただければいいんですけども、やっぱりそうじゃない方ってやっぱりいらっしゃったりとか、もちろんその競合したいとかって方もいらっしゃったりすると思うんですけど、結構、ね、YouTube とかそういうのでもやってるモータっていうのがあって、でどうなのっていう話を聞くんですけど、まあ、モータってあの上位3社のところだけ交渉できるみたいな感じですね、はい、だから一括査定バッてすると今までの電話止まらなくなるんですよ。電話が止まらなくなっちゃったりとかして、本当に高くつけられるところの人がみんな断られちゃうっていうので、多分そういうの会社が最近っていうんですかね、まあ今勢いよくなってるんですけど、まあ、ちょっと私たちも新規のお声もちょっと聞いてみたいなっていうので始めてみようかなと。なるほど、モータからお金はもらってないですよね今回。もらってないです、もらってないです。いやいや本当にやってみようっていう回です、ね、もらえるぐらいだったらね、はい、もうガンガン押しますけど、はいはい、でもそれめちゃくちゃいいと思うんですよ僕的にも。そうですね、はい、お客様としてもやっぱりその比べたい、はい、比較したいっていうニーズあるし、あとはかといって自分でいろんなところに電話するのって面倒くさいっていう、そうですね、はい、だからそういうのが逆に広くなっちゃうと、広まっちゃうとうちに直接来ていただけないっていうのもありますけどね。お客様に対してはすごくメリットのあるところだと思いますし、でも僕結局その中の車屋さんがどういう車屋さんが参加してるかも分かんないんで、うん、これからちょっと検証してみようかなと。お試し、そうですね、はい、はい、だからダメだダメって言ってみようかな言ってみようかな。いつの間にかボンドやってないぞっていう。そうですね、はい、まあ、可能性もなくはない。まあまあ、結局そういうお声も聞いたりするのでというのもありますから、ちょっと始めてみようかなとは思ってます、ね、なるほど、はい、前回カットになった話で某その個人売買、はいはいはい、某サイト、某サイト、でもこれ結構ちょこちょこあるから別にカットしなくてもいいと思ったんだけど、はい、いや前回何でしたっけ、なんかちょっとまずいことを言ってて言ってたんだ、はい、コンプラ的にちょっとあんまりよろしくないかなっていう。あ、そうなんだ、はい、でもそこなんかあれらしいですよ、手数料の体系変えて、うん、なんかすごく高くなるっていう、うん、で SNS で結構盛り上がってました話で。あ、そうなんだ、はい、僕あれです、これ使えないかもしれない、成功例聞いたことないです、はい、でもねそれは僕思うんですけど、僕たちって例えばその在庫の車をオークションに出すときって掲載を落とすんですよ。それってなんでかっていうと、ボンドでいくらで売ってるからいくらでしょってなるじゃないですか、うん、某そういうサイトに載ってる方、査定をいろいろ聞かれるときには落としてもらった方がいいですね。あ、僕たち見てますからってあるんで。なるほど、はい、まあ、これはもうこれだと自分の首絞めちゃうかな。まあいいですね、はい、いいですね、はい、まあ、それでもちゃんとした、でもすごい有益な情報ですよね、正当な評価をするので別にあれなんですけど、はい、そこでやっぱりその金額を見ちゃうと、はいはい、僕たちもそれ以上ってつけたくてもつけられないじゃないですか、はい、これで売ってるのにこれ以上本当はあるのにつけられないじゃんって損をしちゃうので、なのでそういうサイトにもし出してて査定会社さんに回すのであれば、そっちは一旦落としてもらってから問い合わせをした方が僕はいいと思います。今回だいぶ有益な情報ですね、それは。いやいや、アドバイスですね。これ怒られちゃうんじゃないの、はい、うちの。いやでも多分一般の方が思ってるよりかも車屋さんって、うん、いろんなとこ見てますよね。見てます、見てます。中古車情報サイトもそうだし、はいはい、オークションもそうだし、その個人でその売るとこだったり、はい、あとその特徴的な車とか、はい、希少な車だったりすると、はい、あれこれいついつどこどこでいくらぐらいで売られてたやつだとかっていう話も出るじゃないですか。そうですね、はい、だからやっぱりすごい見てますし、はい、ね、車さんお前らそんなに暇なのかってぐらいね。まあそれは仕事ですからね。それはやっぱり、はい、ちょっと
ね、ご飯のあれなので、そうですね、はい、見させていただいているので、それはね、やっていただいた方がいいかなとは思います。まあ、じゃあ実際ご来店いただいて、小島店長に話しかけていただければ、はいはい、ここの動画で言えないさらにこう。いや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 突っ込んだ話も そういうね、はい、ハードルを上げる話はダメですよ。本当ですか？ダメですダメですダメです、ダメです、はい、小島さん何を教えてくれるんですか？いやいやいやそんなに大したことないんですよ。たまにお客様からお食事誘われたりするじゃないですか。プレッシャーになってしょうがないですよもう何話してくれるんですか？そう、いや、まあ、そういうお客様はいらっしゃらないですけど、それを出ちゃうとね、そうなっちゃうから、そうそう、はい、ダメですダメです。どっちだってそうに言われないの？言われますでしょ、はい。あとそうだ、小島さん前回直後に言ってた、はい、買い取り大事件、スリップサインとタイヤのパターンを間違える事件、それ何でしたっけ？遠方の方でまず査定をさせていただいて、大体いくらぐらいですって話をさせていただいて、お客さんの方からご申告ありまして、まあ、タイヤがちょっと溝ないんですよって言って、あれでも距離少ないですけど、そんなタイヤ溝ないですかって話したら、いやもうスリップサイン出てるって言われたんで、いや言われたんでって言うと、だから、まあ、その方も何社か査定されてて、査定会社さんに言われました。あ、そうなんですか。じゃあ一応タイヤの方の交換の方の費用を含めさせていただいて査定させていただきますってなったんですね。で一応まあ査定の方、じゃあ現地に行きましたってなった時にタイヤを見させていただいたら、まあ確かに減ってはいるんです。減ってはいるんですけど、スリップサインスリップサインですかって言ったら、はい、タイヤのこのデザインのそのパターンのところですよね。パターンのところをスリップサインって 、はい、言われたって言ってて、はい、確かに紛らわしいタイヤパターンの車、そうそう、タイヤありますからね、うん、まあ、ちょっとスリップサインのインサートちょっと言ってもらえればあれなんですけど、はい、でそれでも交換ですって言われた、はい、まあ、確かにその交換してもいいタイヤではあったんですけど、はいはい、まあ、それって分からない人だったらもっとがっつり言われてるのかなと思って。確かに、うん、まあ、もちろんその場でとやかく言えることではなかったので、はい、ああそうですねっていう形にはさせてもらったんですけど、はい、怖いなと思いましたえで小島さんは結局どうしたんでしたっけ？それは別にもちろんタイヤの方で、はい、もちろん交換した方がいい状態ではあったので、はいはい、その状態で、はい、金額お客様に説明して、まあ、その金額で買いますっていう、はい、ご購入させていただきますって金額だったので、はい、まあ、別にその減額する額の、はい、それの金額で買い取りさせていただいたんですけど、はい、まあまあちょっとね怖いなと思いましたまあ結局見る側も人間ですからね、間違いもなくはない。だから本当にその買い取り業者さんがそのパターンを見てスリップサイン出てますよって言ってたりするのもあるんですけど、だからよくたまにあるじゃないですか、例えばそのご家族の方が、はい、スタンドとか行った時にちょっとこうね、それ聞いたことありますよ、そういうね、あって交換時期ですよとかっていう感じで、そういうのじゃない時に言われちゃったりしたりするんで、事件ではないですけどあ結構本当にあるんだみたいな。そうあるんだなと思って、まあそれがね、騙してるわけじゃないと思うんで、はい、まあもうそういうのあるんだなと思いましたね。じゃあここからは、はい、店舗の在庫の方をバババババッとご紹介したいと思います、はいはい、で前回サクサクっとやりすぎて、うん、後ろのあれが映ってないとか、うん、はい、紹介してないとか結構言われたんで、あ、そうですか、今回全体でお届けしたいと。よく見ていただいてありがとうございますありがとうございます、はいはい、というわけで今回のラインナップはこんな感じ、はい、先月とだいぶ変わりましたよね。そうですね、はい、やっぱりでも相変わらずちょっと在庫は少ない状況にはなってるんですけど、じゃあぜひ買い取りの方、はい、ご用命いただいて、はいはい、買い取らせていただければ、はい、いいんじゃないかなと。そしてラインナップ的には LG、 これ前回なかったですよね。そうですね、はい、黒の LC、しかもいじり物ということで、うん、そうですね、これまあでもボンドを知ってる方は、はい、ご存じてますが別の店舗にありました。あ、その在庫移動。在庫移動です、なるほど、はい、ただ BC40 買ったらだって結構するじゃないですか、はい、3桁万円余裕で超えますよね、はい、在庫移動してもちろん値段もグッと下げてますから。あ、なるほど、はい、LC どうですか最近、しかもコンバーチブル。 LC のコンバーチブルはちょっと弱いですね。あ、そうなんですか、うん、だから僕は LC で狙ってるとしたら、500の S パッケージのマーク・レビンソン付き。でももう売ってないですよね、LC。ないです、はい、最初ですよね、はい、だから気になる方はぜひ。これからちょっともしかしたら5リッターの方は、あ、ハイブリッドじゃない方は大丈夫ですし、はいはいはい、S がいいですね、できる。なるほど、はいはい、そして今回動画撮影もしたので、はい、近々お届けすると思いますけど、はい、この M2 も珍しいカラーの、はい、こちらも買い取りさせていただきました。買い取りいいっすよね、いろいろご案内できる内容も多いじゃないですか、はいはい、でしかもすごく大切にされてたお車ということで、はい、そうですね、はい、こちらもぜひお問い合わせください、はい、そして奥にもだいぶこの辺だから入れ替わりましたよね。そうですね、はい、アバルトがあったり、アバルトめっちゃお買い得じゃないですか。コンペツェオーネからのお乗り換えで下取りに入ってきました。あ、そうなんですか、はい、
というわけで後期、はい、はい、ナビ付きが珍しいんで、あ、そうなんですか、はい、ツーリズムですけどちょこちょこ乗るにはいいんじゃないですか。そして奥には動画でご紹介した GT3、 GT3 内容いいんですぐご読みいただくかと思ったら意外にありますね。そうですね。でも一昨日値段下げました。あ、そうなんですか、はい、ちょっと今 GT3 も一時期よりかのちょっと加熱ぶりっていうのがちょっと収まってきたんで、っていうかすごい球出てきましたよね。出てきましたね。 2.2 待ってるからですかね。どうなんだろうな、時期的にですかね。ちょっとそのでも一時期先月の終わりぐらいはオークション結構頻繁に出てましたけど、はい、今月は結構球数少ないと思います。あ、なるほど、はい、だそんなに多くないんで、だからこう上がって下がってこう横になっていく感じかもしれないですね。なるほどね、はい、動画でご紹介しましたけど内容すごくいいので、はい、ぜひあの動画見返していただいてもいいと思います、はい、こっちは GTS マニュアルですね、はい、GTS これも綺麗ですね。綺麗ですし、はい、これは今一応カーセンサー上で一番最安値です、はい、あ、そうなんですか、はい、最安値です。いや、最安値ですね、はい、じゃあ GTS に乗りたい方はマニュアルで乗りたい方は。これマニュアルですか。マニュアルです。え、めっちゃいいじゃないですか、はい、内容はもう GTS だったら標準装備多いですよね、はい、なので、はい、というわけでこちらも、はいはい、そして他にも珍しいカラーの SQ5、はい、SQ5 これ珍しいですね、この色。これはそうですね、オプション結構モリモリ入ってるんで、色ですかね。 SQ5 ってでも動きはそんなに速くないので、まあ、欲しい方がいたらいいかなと思って。内容はいいです。僕個人的にですよ、個人的には緑めちゃくちゃいいと思うんですけど、うん、在庫としてはなかなか攻めたでしょ。しかもあの前回ご紹介したあの緑色のディフェンダーがなくなってからの緑色の SQ5、 あのディフェンダーご制約いただいたんですよね。もうそうです、そうですよね、はい、ありがとうございます、はいはい、というわけでこちらも気になる方はぜひお問い合わせください、はい、そしてあと非常に珍しいジャガーがあったり、はい、ジャガーですね。これは少ないですよね。これは本当少ないと思います。これね、ぜひね、高速乗りたい。ジャガーの評価されないのが、はい、なんで評価されないんだろうなって思う感じですよね。だって新車2000万ですよ、これ。すごいですよね。それがもうね、700万ぐらいなんで、はい、半額以下。至らない点とかあって思う点ありますけど、はいはい、それをね、こう越すぐらいの走行、もうぜひちょっとこう高速乗りましょう、これ、はい、まあ、車も非常に少ないということで、はい、気になる方はこの辺も見ていただけるといいのかな、はい、そして奥には RS3、 はい、RS3 ですね、はい、8バック、はい、あったりとか。 RS3 も、はい、もうモデル変わるじゃないですか、はい、なのであれそういう最後でしたっけ。そうですね、はい、それでちょっと落ち着いてきてますね、はい、今、へえ。そしてジャガーは同じ、はい、これありましたね。これ前回もありましたよね。ありましたね、はい、まだお声がないです。ということはチャンスです、ね、土買ってください、はい、いや 僕でもいいですけど、はい、これいじったらいいのかな。そうですね。でもジャガーっていじると難しいよね。そうっすか、うん、結構この顔になる前は、うん、そのカスタマイズなんかのお嫁も多かったみたいですけど、うん、この顔になってからあんまり聞かないんですよね、うん、どう、じゃあ いじる機会やってみる。本当っすか、うん、これ履かしちゃいます。ちょっとじゃあ、はい、検討で。じゃあそれは次回以降のお楽しみということで、はい、そして M4 ですよね、はい、M4 コンペがあったりとか、はい、これもちょっと触ってもらいたいな、この M4、はい、いじり物なんで、まあ、うちにいじってないんだけどね。これも BTB ってあれですよね、はい、あのニュートレイルっていうあの鍛造ホイールメーカーのセカンドブランドのやつ、割とこう車高をすごく下げる、うん、あのカスタマイズなんかで支持されてるホイールのやつですね、うん、これホイールとカーボンブレーキ入ってるんですよ。あ、本当だ、はい、カーボンセラミック入ってるんですね。カーボンブレーキ入ってるし、カーボンエクステリアも入ってるし、インテリアもカーボン尽くしなんですよ。これ珍しいですね。これだから結構オプションすごいモリモリなんですよ。でしかも中茶色っすか。茶色です。これだいぶかっこいいっすね。でベンチレーション付き、すごいです。だ距離がちょっと2万キロでちょっと走ってますけど、はい、でもその分価格は、価格も、はい、はい、これいいっすね。これはいいんですよ。これもちょっと動画撮ってみるといいかなって思ってた。確かに確かに。でノーマルホイールもあります。で車高も HS で、はい、落としてるので、じゃあ基本的に純正の機能も全部使えると。使えます、はい。これいいっすね。そしてあとは裏感2台が、あの STO は動画になってますんで公開の前後はちょっと分かんないんですけども、はい、これもご紹介します。 GTS ですか。 GTS です、はい、991の GTS、はい、あれもホイール履いてるんですよね。ホイール履いてるし、テックアートのテックアートだエアロ入ってるんで、これはでもすごいいいと思うんですけどね。これノーマルのタイヤホイールは、ないです。あ、ないんですね、はい、なるほど。ポルシェ珍しくね、屋根ついてるんで。あ、本当だ、サンルーフもついてる、はい、これいいっすね、うん。エボどうなんですか最近、裏感エボ。裏感のエボって結構一回、ね、値段がガーッと下がりましたよね。あ、そうなんですか、はい、下がりましたけど、やっぱり、はい、アウディの R8 とともに、はい、ちょっと値段がこう上がっていきましたね。あ、はい、なるほどなるほど、はい、なるほど。
特にエボだと後期だから、そうですね、まあ、いろいろ乗りやすさもありますし、はいはい、じゃあというわけで今回雑談会でお届けしましたけれども、はいはい、いかがですか。いかがですか。いかがですか。いかがですかって皆さんにこういかがですかって、はい、いかがでしたかっていう。ちょっとね、いろいろこうこれから作り上げていく回ですから。そうですね。ちょっと本当に雑談なので。広いちょっと優しい目で見ていただけると本当幸いでございます。ライブ配信がいつまで経ってもできないんですよ、回線が。ライブ配信は、はい、まああのこうひりかすさんはできると思うんですよ。小島さんできます。できない。いやできますよ。本当に、ね、口が上手くないんでダメです。ダメです。もうアップアップになっちゃって。本当ですか。あいつなんかたまにあんなない、あの YouTube とかで見てても、はい、ライブ配信と普通の配信の人が、はい、結構ありますよ。全然違う人、はいはい、多分俺それになっちゃうと思うんで私はダメですいや全然大丈夫です、はいはい、というわけであの今回も雑談会でお届けしましたけども、はい、なんかそのやってほしい内容とか、はい、あの解説してほしい車とか、はいはい、まあ、あとその買い取りなんかそういう質問とか、はい、なかなかあのメールとか電話で、はい、いきなり車屋さんにいろいろ聞くのって聞きづらいじゃないですか、うんうん、その点動画のコメントとかライブ配信 の, そのコメントとかって、はいはい、結構気軽にできると思うんですよね、はいはい、こんなのやってほしいとか、ね、はい、こんなの教えてほしいとか、はい、この車最近どうですかとかあれば、うん、お気軽にコメントいただければ、はい、あの次回のこの動画の回でお届けしたいと思いますので、うん、ぜひよろしくお願いします。ああそう、全然話また変わっちゃうんですけど、はいはい、動画見てる方で、はい、ボンドさんに入りたいんですけどって言って、ありがたいですね、うん、はい、そういう方もぜひ、そうですね、あの動画各動画に全部リクルート の, あのリンクも貼ってます。貼ってるんで、じゃあ今度それ言っておきます、はい、ぜひよろしくお願いします、はい、というわけでこんな感じでお届けしました。各種 SNS とチャンネル登録もよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。